い、ありがとう。はい。舞台初日両チームありがとうございました。どうも。ダブルカーテンコールがあったりとか、とても嬉しかったです。ありがとうございました。エールカードっていうのもあって、それとかも送ってくださった方々ありがとうございました。持ち帰れるし、郵送もしてくれると思うので、エールカード送ってくださった方、それお一人お一人違う文を書いたので、見てくださると嬉しいで、裏見てね、表にも裏見てねって書いてあるんですけど、裏にメッセージを書いてるので、そっちを見てください。お願いします。あと舞台で物販でソロチェキとかも売ってるので、もしよかったら、衣装で撮ってるので、そちらもお買い求めください。ブロマイドとかもあります。とりあえずありがとうございました。今日もね、2公演ありがとうございました。ソフトクリームだ、どうも。もしよかったら、舞台の感想とかはつぶやいてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。できればでいいよ。はい。って感じですかね。あと、5月の26日日曜日に撮影会があるんですけど、これ、古刹完売しました。ありがとうございます。ごめんね、ツイッターじゃない X で出してなくてありがとうって。なんか出す時間が分からなくてさ、あとなんか言うほどそんな休憩時間とかもなくて、出す時間をまあ迷ってしまって、それで出せてなかったです。明日も舞台やりまして、最初3公演あるんですけど、明日はちょっと詳細見ながら話しますね。明日の2公演、11時からのと13時からのが、ツイキャスでの生配信があります。なので、もし来れないよって方は配信とかも見てくれると嬉しいです。で、19時からの、公演は、ツイキャスとか配信とかはないんですけど、もしよかったら、飛び込み参加とかも待ってるんで。あ、ツイキャスあるよ、明日ですよ。あ、違う、嘘でーす、嘘でーす、ごめんなさい、めんごめんご、本当にごめん、嘘でーす。あさっての、20日ですね、の、あさって、ちょっと本当に曜日感覚が分からなくて、ちょっと、分かんなくなってる。あさっての、15時の回と19時の千秋楽ですね。まあどっちも千秋楽なんですけど、両チーム違うから がツイキャスの配信があります。違いました、このアスタリスクは違うね。はい。なので明日は配信がないんですけど、まあもしよかったら足を運んでくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ね、合ってるよね。ちょっと今詳細を、穴が開くほど見てるんですけど、合ってるっていう感じです。チェキ、ソロチェキは結構漏れてると思うので、
もしよかったらお買い求めください。お願いします。サインとかも書けるし、そうサインも書けますので、サインそう書くよ。あのツーショットチェキとかはないんですけど、ソロチェキになりますね。そう全部サイン書くと思う。これもなんか違ったらごめん、でも書いてるから合ってると思う。って感じですかね。チェキ買う？ありがとう。あ、そう初日はそうなんですよ。あの初日昨日じゃなくて、まあ昨日も初日っちゃ初日なんですけど、そうあの一昨日かなに来てくださった方は申し訳ないんですけど、そうチェキがなかったんですよ。そうあのチェキの機械とかがちょっと届いてない状態で、なので販売ができなくて、それはごめんなさい。なのでで猫ちゃんも言ってます。なのでそうなんですよ。めっちゃ喋るじゃんね。まあって感じで説明してくださったんですけど猫ちゃんがそうっていう感じの説明があったんで、私からはちょっと省かせてもらうんですけど、そうなかなかとね説明してくれたので、まあ、みんなもね理解できたと思うので今の説明で、で私からはちょっともうあの言葉は何もないですね。え、そうさっき猫ちゃんさ私のイヤホンくわえて走っててさびっくりしちゃった私紐タイプなんて言うんだろう、Bluetooth だけどこう首から下げれるようなイヤホンつけてるんですけど、あれくわえてさ逃げててさ走っちゃってて猫ちゃんがびっくりしちゃった、笑っちゃったよ本当にねもうお魚くわえたみたいな、そうそんな感じだった本当に。あ待って、トイレをされてる、私が喋り続けないと猫ちゃんのトイレ音が入ってしまうので喋り続けるんですけど息継ぎなしで、ね、こういう時に限って話すことが何もなくて、何話せばいいのかな、なんか舞台のこととか話そうと思ってもさネタバレになっちゃうから早口ね、なんて言えばいいんですかね。あ、トイレが終わったので普通に喋ろうと思います。そうだね、ネタバレになっ、まあいいと思うんですけど、配信とかもあったし、見てくれましたみんな、あ来てくれた方も本当にね、再度言うんですけどありがとうございました。配信見た？どんな感じで映ってたのかな。あそうこれ X ではもう言ったんですけど、衣装を変えたのでペンのインクがついてしまってワンピースに変えることになりました。あとなんかそう来てくださった事務所の方からあんまり可愛くないって言われたんで衣装が他は良かったけど衣装が気になっちゃったのみたいなこと言われちゃったので変えました。あちゃんと許可とかもらってますよ、変えていいよって。そんな理由とか言わないで。千秋楽で内容知りたいね。だよね。まあコメディーなので
ぜひ笑うところは、笑えるところは、なんだろうな、普通にこらえずに笑ってくださいね。私も耐えきれないところあってさ、普通に、なんか向こうの共演者の方の反応が面白くて、普通に笑っちゃいそうになった、なっちゃうから、舌噛んでるもん私よく舌噛んで痛みを自分に与えることで、笑いをこらえてます。噛み切らないように、まあ噛み切ってもね、まあ、なんとかなるんで、ろれつさえ回ればなんとかなるのでね。でも本当に思う、こう何公演もしてると、まあちょっとは疲れ少しばかりはたまるんですけど、なんかこういう時に猫ちゃんがいるとすごい癒されるなって思う。本当今の目線の先に猫ちゃんいるんですけど、めっちゃ可愛いよね本当。全然話変わっちゃった。ぼーってな眺めちゃう動物の力って本当すごいと思う。ハムスターになりたいもん私今ねー。どんな猫ちゃんか見たい。うん、いや、ごめんね。私にとってはみやびさんも癒し。ああ、なんでみやびさんなんよ。距離感じるやんけ。ひまわりの種。カツ丼でいいよ。そんなヘルシーじゃなくてで。あ、プリオじゃないっすよ。ハムスター、ハムスターでもカツ丼食べるよ。猫ちゃんの似顔絵、やだやだやだ、ごめんね。ハムスター食べるよか、ハムスター食べるよっていうのはめちゃくちゃ語弊があるんですけど、でも私さ、そう、なんだろう、すごいまた舞台の話、これネタバレない限りで話すんですけど、私本番前ってすごいそわそわしちゃうから、なんかみたいななんか一人でなんか、あ、うろちょろうろちょろふうみたいな感じにしちゃうからさ、なんか誰かと喋ってないと不安になってきちゃうの。なんかそわ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 しちゃうから。でなんかずっと喋ってたんですけど、私なんか止まんなくて、舌が本当にもうベロベロベロって感じで、ね、でもそれでも話してくれるから、みんなすごい優しいなって思ったって話があります。って言ってます。誰とよく話すとかあるんですか。秘密あるけど、せやな、話すで普通に。うん、みんなと平等じゃん、みんな平等そうですね、すごい話しますよ、ね、すごい聞いてくれるから優しい本当に。今日もみんなでではないんですけど、まあ、5、6人で、
私入れてね、ご飯行って昼公演、あと夜公演の合間に、そう緊張しちゃった。なんか私さ、人の前でご飯食べるの緊張しちゃうタイプで、そうすごい緊張しちゃう。誰かとご飯食べるっていうことに緊張しちゃう。なんか今食べ方汚くないかなとか、なんか気持ち悪いとか思われてないかなとか気になっちゃう。なんか早食いじゃないかなとか、なんか気になっちゃってすごい緊張しちゃうんですよね。気になるよね。なんかなんだろう、なんか歯に詰まってないかなとかさ、なんかハハハって笑った時とかにさ、歯だけにハハハなんですけど、そう詰まってないかなとか気になっちゃう。いやまあ私死ぬまでアイドルだから詰まんないんですけど、歯のものとかね、歯に。そうハートとも緊張しすぎると前髪が、いや今は普通やろ。そこ詰まってもいいじゃないかって、よくない、それはよくない詰まっていいことはない。会社の人と昼食行かない、落ち着かないね、落ち着かない。なんか別に嫌じゃないの、わかる？なんか嫌ではないよ。誰かとご飯行くって嬉しいことだし、楽しいし、そういいんですけど、奥歯なら OK。 いやだってカーテン洗ったら見える奥歯そんな笑い方、トトロみたいな笑い方する人あんまいないんですけど、多分まあ人それぞれだから笑い方も、だからカーテン洗ったら見えちゃう。可愛くなかったね今顔。あ楽しいけど MP でやってるよね、使う的な。そうそんな感じ、神経を使うのすごく、だからそうちょっと疲れちゃうなっていうのがある。そわそわしちゃうよねそれこそ。あとなんか食べてる時の視線どこ見ればいいのか分かんなくないですか、誰かと食事してる時、2人でも3人でもそれこそ大人数でもさ、なんかその人のことを見ればいいのか、なんかどこかを見ればいいのかさ、分かんなくなっちゃうの。だからその人見ながら食べてたらさ、ガツガツしてたら怖いじゃないですか。なんかこの子すごい見ながら食べるなって思われるのもちょっとあれだから、だから私はなんかそれ怖がらせたくないから、こうそっぽ向きながらこんな不自然じゃないけどね、こう食べてますよ。そっぽ向いてる。それは不自然、まあ、今のは例えだよ。そんな食べ方してたらみやびちゃんどしたんって言われるから。私みやびちゃんとか呼ばれないですけどね、今のこの現場でみやびちゃんって呼ばれたの1回くらいしかない、多分。あ困ったらメニュー見る、あわかる、メニューは見る、メニューってほんと救いだと思う。あ長野さんって呼ばれるの好きじゃないから絶対それは嫌。ビームって呼ばれてる、ビーム、ミヤビームかな、ミヤビームって呼んでる人が多いかな。あと B ちゃん、あの B しか会ってないでもなんか可愛いからさ響きが B ちゃんだから いいなと思って、あいいですよって言った。お迎えが B ちゃんって、あなんかみーちゃんって呼ばれた時もある。誰って思った、
みーちゃんはさーって言われて、でも話の内容的に絶対みみまみむめものみがあのみーちゃんはさーって言われて、え誰って思って、誰よその女ってなったんですけど話の内容的に完全に私のことを指してたし、私のことを見てたから私やと思って、そう、誰よその女って感じパシーね、とね、ちょっと共演者の方といえど平手打ちをしてしまいましたね、心の中で。もうその女だよメンヘラかって悪いか、急に真顔になっちゃってフフフ、心が悪に染まっとるやんえ、私って悪かヒーローかって言えば悪じゃないですか、ヒーローではない気がする。ね、え、でも分かるって言わないでよみんな。え、面白い悪って何、え、それ何、え、いいよ詳しく話していいよそれ、え、問い詰めるから今から1時間ぐらい。ねえ面白くって何ねえどういうことよ。いやヒロインや、わしはわしって言っちゃったじゃん私はヒロインだからさ、そういうこと言われるとすごく困るんですよね。マスオさんかな、早口すぎる早回しが得意なのでね、私早口が得意なんです、面白ヒロインうん、そっか、まあそれならええで。うん、ヒロインならいいよ。え、でも私さ舞台中に足つっちゃったことあって、ちょうど、あ、これはネタバレになんないからいいと思うんですけど、え、何ヒロインって言葉便利やな、どういうことですかそれ、あ、問い詰めようかそれ1時間2時間ぐらい、便利やなって何ですかね、便利って何ヒロイン問い詰め厳しい可愛いなんかいやそりゃそう厳しいかい、そこは、うん、な、何話してたか忘れちゃったじゃん、何話してた私今、あ、そうそう、でそうネタバレにならないからこれはいいと思うんですけど、全部で2時間ぐらいあるんですね公演が、で10分間の休憩があるんですよ、あの合間に、でそこの前で直前で私足つっちゃって、うわって思って、でも出てたので、そうなんとか耐えたんですけど、休憩ってなって、暗転っていうか暗転して幕閉まった途端に崩れ落ちちゃったよねうわーってなっちゃって大げさだけどさ本当にそれぐらい痛くて痛かった痛かった、普通に痛い、なんか10分ぐらい収まんなくて、痛みが、なんだろう、水分が抜けちゃったのかな汗でね、まあ、そんな感じよ、痛かった、久しぶりに足つっ、久しぶりでもないかな、なんか稽古期間中すごいずっと足つってる時があって、なんかずっとなんだろう、うん、足がつってる感覚があってね、痛かったですねそれ普通に。
ミネラル水分まあ足りてないんですかね。だって久しぶりにさ映ってない、あ映ってる、ここにニキビできちゃってさ、うまいこと隠れてるかもしれないんですけど、そう、いやふくらはぎじゃないの、つったのは足の裏、足の裏つっちゃってさ、土踏まず、そう、そこ、そこらへんですね。靴合ってないとか、いや合ってる合ってる、普通に普段の靴だもんだって。舞台とか焦りそう。まあいやでも構ってられないからさ、足つったごときって言ったらあれかもしれないけど、それであれだから、それこそ演技よ。ね、そこでも演技をしなきゃいけないので、やっぱつってないです足なんてって。でも本当に結構私、なんだろう、ネタバレにならない程度で話すと、すごいツボなシーンがあって、そこすごい本当何回も言うけど舌噛んでて、本気でじゃないと笑いすぎてさ痙攣しちゃうから肩揺れて稽古中私よくずっと痙攣してて、本当に本当今思い出して笑っちゃう、なんかそう、本当面白くて、なんかアドリブを入れて来られるところとかもたびたびあるんですけど、なんかゲネプロじゃないな、ゲネプロの前のバータリーの時に、なんかすごい面白いことされちゃって笑い本当止まんなくてそうって言ってます猫ちゃんも。いや強くなったでしょ。感想ってネタバレ、どこまでネタバレ回避すりゃええんやろ。 ALT に書く、ああいいじゃない、 ALT に書いてください。じゃあ今日感想出してよ。ダメ、肩揺れてないかチェック。いや全然揺らさん肩なんて、もうガチガチって感じ。でも私さ人との距離の詰め方があまり分かってないから、なんか共演者の方にさ、いい匂いですねとか急に言っちゃって、なんか戸惑ってたの、その方ちょっと。って言ってる。それはやめなって。いや私の嗅覚が良すぎる、警察犬並みに私嗅覚いいから、いきなり匂いいいって言っちゃったのって、普通になんだろう、おはようございますみたいなノリで言っちゃった。おはようございます、いい匂いですねみたいな感じですよね。例えるとですよ、もっとありましたよ話の前は、前説前説ありましたけどそう、おはようございます、いい匂いですねみたいな感じですねそう、それこそ向こうが腰抜かしてましたよね。でもそれで言うと香水使ってますとかの、でもその聞き方したの本当に私、香水使ってますかって聞いたの。そしたらなんかそこから気持ち悪くないつながり方気持ち悪くないつながり方
になって本当にそう聞いたの私、あの香水って使ってるんですかみたいな聞いて、そう、そこから話広がった。でも私なんか申し訳なくなっちゃって、なんか気持ち悪いこと聞いちゃってごめんなさいって言って , 笑い方気持ち悪い今って言っちゃって、どんな笑い方、気持ち悪かない、ほんまか。あ、ソフトクリームゴチです。あ、何分までやろうかな。ちょっと明日もね朝が早いので、もう私お眠なので、あ眠眠って感じなのでね、あの15分までやります。15分になったら男女見ますね。あれねむねむにゃんこだにゃんって感じなのでねむねむにゃんこね、まあそんな感じなので15分までやります。はよねなって、ああじゃあここで終わりということで、ね、自分がそのコメントをしたことに後悔をするんだなってね、眠すぎてテンションが、いや普通やこれ普通だから私今ね、どういうことあの今沸点低いからテンションは普通だけど沸点低いよ今ね、ねむねむにゃんこです。問い詰めがきついまあね、うん、ちなみに明日舞台来るよって方とかいますか？いたら教えてください。でもあと6公演で終わりなんだね噛んじゃった。ですよね、明日33で、あ明日33おかしいあの明日が3公演で明後日が3公演ってことですよ。明日6公演死んじゃう6公演はさすがにきついかも楽しいけどさ体力が持たないよ。見る方もなかなか、確かに見る方も辛い。6話。ハートありがとう。今から夜行バス？ありがとう。ね。何がねなんでしょうね。お風呂めんどくさいな、でも。ね、でも私毎日入ってるからちゃんと、なんかみんなの中でさ私がお風呂入ってないみたいな感じに思われてるのかわかんないんですけど怒ってるからねこれ入ってるから毎日ね、え寝落ちしてても朝入ってるからさ朝風呂必ずどこか行くとき、いや家にいるときも朝風呂してますからね、夜とかこの後も入るしさ。湯船ね、湯船は使ってないな、ちょっと時間がもったいないなと思っちゃって湯船に使ってる。思ってないです、ほん
本当か本当か全てがもう疑心暗鬼落ち着けお風呂入ってるよね入ってるよね、え、なんで2回繰り返すんですかな、ほんまほんまか、そう入ってるよ、綺麗好きやねって普通で、エチケットエチケットでエチケット、だって私さ、その最近そのなんだろう、お風呂、まあこれ 前からですけど、お風呂は普通になんかそういうの、なんか髪の毛とかも気にしてるからさ、なんか髪の毛が綺麗なだけで美人度が変わるんだって、まあ、確かにボサボサな方とすごいもうストレートサラサラみたいな方だと、あれですよね、まあ、確かに見え方違うって思うのは確かにわかるから、そうなんか髪の毛ねの綺麗さで本当美人度が変わるっていうから、そこ気にしてて私最近、だって髪の毛だけで美人さが上がるならもう嬉しいことじゃないですか。だからそこも気にしてて、だから入ってるよちゃんと普通に明日舞台に向かう前必ずスーパー銭湯行くごめん、みんなが汚いとか言ってないからで、ね、本当にみんなはさ風呂入ってないでしょとか言ってないからごめんごめん、本当に誤解させたら本当それはすまんめんごめんご入ってるわみんなもプンプンしだしちゃってるじゃんプンプンしないのみんな、ね、分かってるから入ってるの。緊張すると前髪がお風呂入ってない風になる、あーなりますなります普通に。でも今はね全然ね、ちょっと特徴を捉えてきたから、あいつも言ってるから大丈夫ごめんね、ほんと誤解させたらね、お風呂入ってないなとか思ってないからね本当に。ロングで髪切れない人ほんまにすごいと思う、いや本当にそれは思う、私もさ切れ毛とか今すごいもん、まあ、これは美容室行けば解決すると思うんですけど、そう切れ毛と痛みがすごくて茶髪に見えてるんですよね、ほらところどころ光に当たると茶髪、そう茶髪に見える。前髪切るときは気をつけな、もうだから自分で切ろうと思っててさ最近、それかもう私が運命の出会いをした美容師さんがいるので、その方にちょっとお高いんですけど、そこだからもうちょっと伸びたら行こうかなって思ってる。えでも自分でたまに切ってるよ私最近、微調整は自分でしてる、下から目線感じたわ。うん。10分、あ、15分までって言いましたよ。15分まで。あと5分あるだもん。冷蔵庫うるさい。うん。自分失敗そう、あどん兵衛作れちゃうね。
明日仕事かって急に憂鬱になるじゃん大丈夫か。全然私が後ろから見とるで。舞台中でも舞台中の時間でも私が後ろにいますよ。残像だけどさ。すまないねーってお, じいちゃんおじいちゃん、ご飯はもう食べましたよ。あ、両国で力士の人見たって、なちょ、私の後ろいた、怖見たよ、見た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 、え、すごい、うん、本当に何名かの集団というか、普通に電車乗られるんですね。まあそれ普通か別に職業差別とかではなくて、今のね、え、なんかタクシーとかなのかと思ってたから、私移動が、力士の方とかはなんかね、普通に列に並んでてさ、車両のよー、すごいすごい素敵ですよね。え、でも両国駅の行けないところがあって、これはね一個あって、なんか可愛らしいお相撲さんのポーチが売ってるんですね。それ私すごく欲しくてさ、本当にそれはね、もう私の目のつかないところにで売ってほしいなって思うのと、もう一つあって、ガチャガチャが豊富だからちょっと困っちゃうなって。私毎回そのガチャガチャこうやって見ながら歩いてるから、そう目かっぴらいてるからさ、もうコンタクト乾いて落ちるんじゃないかぐらいで目かっぴらいて見てるから、それはねちょっと困りますねって感じ。うん、え、課金マスト、いや本当に、なんかね、お相撲さんの、なんだろう、あれはサンリオとかではないんですけど、なんかキャラクターになってる、その人の顔がドーンとかじゃなくて、そうなんかね、ちゃんと可愛い感じのキャラになってて、そう、それの巾着かな、ポーチ、まあポーチ、うん、巾着ポーチがあって、そう、替えのコンタクト、え、なんかさ、部屋掃除したらさ、コンタクトなくなっちゃってさ、リアルガチで困ってる。明日の分どうしようと思って、まあ明日の分はあるけどね。あ、お相撲さん丸い感じだから可愛くなっちゃう。わーね。あさっての分ない。いや、あさっての分がギリあるかどうかですね。なんか私コンタクトつけるの最近失敗してるから、なんかドライアイなの最近、起きるときすごく。なんかだからさ、うまくはまらなくてコンタクトが、だから何回か付け替えちゃうんですよ。それで無駄にしちゃうから、そうっていう話でした。15分です、読みます。壇上を13位の人から、13位 ABS さん、12位アンドロメダ焼きさん、11位ケンイチさん、10位カベチョロさん、9位チーさん、8位ズカッチさん、7位ユータさん、6位マコト、5位チウマさん、4位シロクマさん、3位タカちゃんカモノアシさん、2位フルキャパさん、1位はタカユキでした。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、明日も舞台あるので、もしよかったら足をお運びください。明後日は、千秋楽になるので配信があります。ソロチェキなども売ってますので、もしよかったらお買い求めください。それじゃあ、ファイトありがとう。じゃあね、おやすみなさい。